プレス・エッカートことジョン・アダム・プレス・パー・エッカート・ジュニアは、アメリカ合衆国の電気工学者であり、コンピュータの先駆者である。ジョン・モークリーと共に、世界初の汎用電子デジタルコンピュータエニアックを設計し、その後、アメリカ合衆国初の商用コンピュータであるユニバック・アイを設計した。エッカーとは、フィラデルフィアの裕福な不動産業者、ジョン・エッカーの子として生まれ、 フィラデルフィアのジャーマンタウン地区の大きな家で育った。小学校時代、彼は、ウィリアムペンチャータースクールへ、自家用車で運転手に送られて通学した。高校では、フィラデルフィアの技術者クラブに参加し、チェスナットヒルの発明家フィロ、ファーンズワースの実験室で午後を過ごした。カレッジボード試験では、数学で、全米2位だった。 エッカートは当初ペンシルベニア大学経済学部に入学し、両親の勧めでビジネスを勉強したが、1937年には電気工学部に転部した。1940年、エッカートが21歳の時、最初の特許である光変調法と装置を申請した。ムーアスクールでは、 レーダーのタイミングの研究に従事し、ムアスクールの微分解析機の速度と精度を改善し、1941年には、戦争省がムアスクールを通じて提供した訓練である工学、科学、戦争管理訓練プログラムの下記電子工学コースの指導を支援した。当時近くのアーサイナス大学の物理学課長だったジョン・モークリーは、 エズモワットの下記電子工学コースを受講していた。翌年の秋にはムーアスクールで教職を務めた。モークリーの砲弾の弾道表を計算するため、微分解析機より何倍も早く正確な真空管を使った電子デジタル計算機を構築するという提案はムーアスクールの陸軍リエゾンだったハーマンゴールドスタイン中尉の興味を引き、 1943年4月9日にアバディーン性能試験場での会議で正式に発表された。ムーアスクールが提案した計算機の構築について契約が締結され、その装置はエニアックと命名された。エッカートはプロジェクトのチーフエンジニアになった。エニアックは1945年末に完成し、1946年2月に一般に公開された。 1946年3月、エッカートとモークリーは、大学で開発された、知的財産権の譲渡をめぐる紛争で、ムーアスクールを去った。その年、ペンシルベニア大学は、講演した、研究の知的順度を保護するための新しい、特許ポリシーを採用した。それによれば、彼らが3月以降も大学に在籍した場合、 すべての特許を大学に譲渡しなければならなくなる。エッカートとモークリーがペンシルベニア大学と交わした合意では、エッカートとモークリーはエニアックの特許権を保持しているが、大学は政府と非営利団体にライセンスを供与することができる。大学は特許に対する商業的権利も持つように契約を変更したいと考えていた。翌月、エッカートとモークリーは、 エレクトロニックコントロールカンパニーを起業し、バナックを製造した。1950年8月から使われたこの装置の大きな進歩の一つは、データを磁気テープに保存するということである。エッカート・モークリー社は、国立標準局からユニバックの製造を受注した。エッカートは1949年に、ハワード・ N ポッツメダルを授与された。エッカート・モーリー社は、 財政難となり、1950年にレミントンランドに買収された。1950年12月21日にユニバックアイが完成した。1968年、高速電子デジタルコンピュータの作成、開発、及び改良における先駆的かつ継続的な貢献に、対してアメリカ国家科学賞を受賞した。エッカートはレミントンランドに残り、 同社の重役となった。エニアックの設計者の一人だったジェフリー・チュアンチューも招いて、レミントンランド発のスーパーコンピュータであるユニバック、ラークの開発を推し進めた。レミントンランドは、スペリーランドを経て1986年に、バローズに吸収合併されて、ユニシスとなった。1989年、エッカーとは、ユニシスを退職したが、同社の相談役として、 勤務を続けた。彼は1995年にペンシルベニア州ブリンマーで白血病で亡くなった。死後の2002年に彼は全米発明家伝道に伝道入りした。ありがとうございます。